はい、どうもこんばんは、こんにちはですね、今日はマインクラフトでゆっくりね、だらだらと話しながら、実況していこうと思います。あのね、ここの山の上に作っていたわけですけれど、町をね、家か作ってたわけですけれども、ちょっとね、思うところあってですね、山の下にも村を作ろうと思います。まあ、これなぜかっていうとね、村人を結局入れるにはですね、ゾンビを治療しなきゃならないわけで、まあ、ゾンビを治療するためにね、わざわざ山の上にゾンビ連れてくるっていうのも大変なのでね、こっちにあの村人たちをちゃんと連れてきて、おっと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 、村人たちを連れてきて、あの治療して村にするということで、その村人たちが来やすい、下の方にもですね、こうやって村を作っていこうと思っております。今こうやって音がここまで、ここ一生懸命整地しましたよって作ったわけですけど、で今こっちの方で、ね、視点変えよう。はい、マサルちゃんがなんか作業しております。何やってんだろう。こっちの方も整地してるのかな。うん、なんか整地してるっぽいですね。ういっす、ういっす。気がついてくんないのかな。気がついてるよね、こっち見てるってことは。あ、お疲れ様です。はい、お疲れ様っす。はい、ここを今なんか彼は整地しているようです。もう手伝おうかなーなんて思いながら、ちょっとこっち側の端に行ってみよう。で、クリーパーが、クリーパーいるよ。気がついてないのかな。おい、クリーパー、クリーパー、クリーパー来てるって、来てる。おクリ、あれ、あ、被害を受けたのは自分の方だった。気がついたね。うん、チャットで打とうとしてる間にクリーパー爆発してる。よいしょ、埋めとこう。今彼はこの辺りを整地してるわけだな。ちゃんと柵とかも作ってくれるといいんだけど、まあいいや。でとりあえずね、こっちの方はこんな風に整地して、ちょっと川を埋めすぎちゃったかなっていうのもあるので、また戻すべきところは後に戻しますね。こっち側はまだ、はい、あれだね。でとりあえずは自分の別宅ですね。こんな風に家を作って、相変わらず豆腐っぽい感じの建て方ですね。はい、と思ったらゾンビが来たよ。こっちがまだあの柵で囲ってないんで、こっちから来ちゃうね。はい、次の家紹介です。あ、ゾンビ来てる。んー、ダメか、この辺りからって。あ、びっくりした。よいしょ、どうしよう。ちょ、作業用の小屋っていうのがね、こっちに立ってますけど、はい、ゾンビ倒す。やっぱりこう、こっちの方がね、ゾンビとか出てくるんで、村人ゾンビをなんとか治療する施設というのをね、作っていきたいと。そして、この村を作っていこうと思っております。ネザーに行けるようになったから、ね、ゾンビの治療薬って作れるんですよね。まあ、いろいろと手に入れてこなきゃならないものはあるけれど。で、まあ、そのゾンビを治療しながらの村っていうのもね、考えてます。ここ。喫茶店みたいな感じで作ってて、まだ天板ができていません。で、まあ、ここらでいろいろね、かまどと作業台を置いて、そしてゆくゆくは食料はここに貯めていこうかなと思ってますね。何かあったらここで食料とかを。あれ、マサルちゃんが死んだ。ゾンビに殺害された。あ、そうか、食料を貯めてのチェストってどこに置こうかな。チェスト置き場を考えないと。この辺り、ちょっと考えよう。それとも食料庫を別に作るべきかって。で、今気がついた。松明がない。松明を作っておかねば。あちこち湧き潰しした方がいいよね。あれ、またマサルちゃんゾンビに殺されてる。なんか向こうの方でゾンビが、おう、クリーパーいるし。やめた。で、なんかさっきからね、雲の声もするんだよね。この辺り。どこに雲がいるんだろう。とにかく松明を作りましょう。作ります。どれぐらい作った、こんなもんでいいかな。
20分ほど松明を作ってですね、村の中の湧き潰しぐらいはやっておこうかなと、こういうあたりとか、次、あ、さっき倒したやつな、クリーパーとゾンビがいるんで、このあたり、来た、え、マサルちゃんまたゾンビに殺された？え、何があったの一体？クリーパーが追ってきてる。マサルちゃんはそこにいるっすね。え、クリーパー2匹、ゾンビ2匹。よし、逃げろ。いっす。あ、爆発しやがった。ゾンビ2匹。クリーパー2匹とも死んだか。ついで。やっぱり早いとこ工作作ろう。で、なんだ、ゾンビの大群に襲われ、ちょい、何匹いる ?1、2、3、4、5。5匹、チビゾンビに、これ殺されてもいいかもしれない。また殺されて。どっからこんなに湧いてきたの？村人ゾンビがいるやん、まだ。あ、やばいやばいやばい。単純に、上を塞いだだけだから、こっから、川に落ちたら上がれないんだよな。ちょっとこのゾンビもやっつけて、この川に落ちた場合に上がれる場所っていうのも作っておかないとまずいっすね。やばいね、早く来い。だから、ね、わざわざ向こうの方に回り込んで上がらなきゃならないと思ったら向こうにもゾンビがいるんだよな。しかもゾンビ2匹、どっちも普通のノーマル系のゾンビだよね。普通のゾンビだ。村人ゾンビなかなか出てこないな。なんか村人ゾンビが湧く条件っていうのもあるのかどうか、知っていたら誰か教えてください。村人ゾンビを治療する施設を作って、ちゃんと村人のいる村を作る。で、いろいろと攻撃とかもしていきたいんでね。よし、あと1匹。何やってんのこれ、ちょっと何牛を落としてんの。そしてマサルちゃんが消えました。とりあえず湧き潰しを続けていこう。あそこにもゾンビ2匹いるし、で上にスケルトンいる。こいつら殺しとかないと戻ってこれないのかな。あ、戻ってきたみたい。ただやっぱり、ちょっとしょうがない、援護に行こう。今スコップ持ってないから手で削っていい。腐ったみたいな削る。あ、落ちてこない。もう一マス行こうか。落ちてこい落ちてこい。よし、来た来た。おっと、いや、だからちょっと、おい、死ねえ、死ねえや、ほら、よし、おいで、これ、のゾンビ、殺しとこう。よし、回収に向かってるっぽい。よし。というわけで、今のうちに、もう朝になっちゃったけれど、もうしばらく、松明、つけるなりして湧き潰しっぽいことをやっておきます。荷物は全部回収できたかな。またゾンビが出てきてる。ここも埋めとこう、埋めとこうね。後であそこにいるのは雲、イカ、イカか。さっき雲どこにいたんだろうな。こっち側はある程度やってあるんで、ちょっと上に置いといて、もうちょっとこの辺りもね、緑を多くしたいんで、いろいろ植物を探してこないと。穴も少し中途半端に塞ぎました。気になってるのはこっち側ね、こっち側の穴をどうしようかなと。間違って落ちそうだよね、この穴残しといたら。
けれど塞いじゃったらこれはこれで面白くなくなるんで、まあこの辺りで村を区切っておくかな。というわけでここをちょっと塞いでおきます。土こんなもんか。こんなもんかな。あれからこのマサルちゃんの家が地下にあるっていうのはな。あれなんか牛が逃げてるじゃん。切り残した木も切っておかないと。まだまだやることいっぱいなんですけどね、うん、頑張って、村人が生活する村っていうのをね作っていければと思っております、うん、これからの拠点を下にするべきか、それともまだ上でやるべきか、そしてこっちのでかい木たちはどうするべきか、作りかけの城壁をどうするべきか、まだまだやらなきゃいけないことはいっぱいあるんだよな、うん、ただ村ができてね、村人ができてくることでまたいろいろと楽しめる要素っていうのが増えてくるんじゃないかと思うんで、なんとかね村人を村に、引き入れていきたいと思っております、うん、やっぱこっちからかな。本当はねこっち側でやりたかったんだけど、ゾンビをここまで引っ張ってくるのって難しそうだなと思って半分挫折ですね。ああこの鳥たちもなんとかしないとな。鳥小屋もっと大きくする作戦っていうのも考えていかないとなんないですな。どういうふうに鳥小屋作ろう、いろいろやりたいことはいっぱいあるっすよ、さてというわけでそろそろ時間なんでね、一旦今日の中継は配信かはこれで終わりにしたいと思います。また後で夜やるかもしやると思いますので、その時はよろしくお願いします、とりあえず今日は、新しい村の紹介でした、さて、はい、鉄の装備ももう一回整え直しました、というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。おいでまた。